先ほどから胡蝶橋の駐車場からずっと、下の川の方まで歩いて行ってます、まあ、結構ですね今は季節がそんなに暑くないんで、あれそれまでないんですが、やはり夏は相当大変なんで、こういうふうにいわゆる休憩所っていうのがありますね、至る所こういうふうな休憩所があるんで、そこで休み休み行ったらいいということですね、こんなに切れ込んでる谷間っていうのは、私はアメリカのグランドキャニオンは行ったことはないんですけども、それと双璧になるんじゃないですかね。この切れ込み3000メーター以上ってですよ、日本で3000メーターって言ったらもう高山も高山、超高山になるわけですけども、それが平気であるわけですよね、もう見えなくなりましたけど、この山の後ろにあるのが梅雪山という5000メーター級の山ですね、とにかくこの自然は雄大極まりないですね。見てください、人との対比でこんなに人が小さいんですからね。こうやっていろんな人が来て、中国人ばっかしで、日本人は当然のごとく誰もいませんね。いやー、世界遺産三江平流恐るべしですね。ですよね。観光客が少ないっていうのも非常にいいですね。本当にいい気持ちです。